の YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。と、その前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、SNS でのシェア、よろしくお願いします。また、チャンネルのメンバーシップも開始しましたのでぜひ応援お願いいたします。動画の画面の下にあるサンクスボタンからも応援よろしくお願いします。Twitter も YouTube では扱わないことも発信するので、概要欄から登録よろしくお願いします。こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。すごい、時代になったもんだぜ。今度は何？知っているか？ AI の進化は凄まじいことになっているんだぞ。ひょっとして、チャット GPT のことかしら？知っているのか？知っているわよ。アメリカの新興企業 OpenAI が公開した自然な文章を生成できる人工知能のことでしょ？私が知らない情報まで、さらりと言ってのける。そこに痺れる。憧れるんだぜ。でも、どれくらいすごいかまでは知らないだろ？どうかしら。基本的な知識は持っているつもりだけど、テーマや文字数を指定すると、それに合わせて文章を生成してくれるってことは知っているわよ。この間は、1000文字程度で霊夢という主人公が、マリサというわがまま友人をギャフンと言わせる物語を作成してくださいって入れたら、なかなか面白い物語が出てきたわよ。しかも数秒で。え、使っているのか。面白そうだから少しだけね。しかも、なんでそんなどうでもいい指示を出しているんだ。私のプリンをマリサが黙って食べちゃったから、イライラしてね。あ、ごめんなさい。でも、本当にすごい時代になったものよね。ただ、心配なこともあるの。それが、時代の進化に私たちが追いつけているのかということ。時代の進化に追いつく？そうよ。私たち自身もテクノロジーの進化に合わせて変わっていく必要があるということ。変わる必要あるのか？あるわよ。例えば、ネットの普及によって、私たちは情報との向き合い方も変わってきたでしょ？言っている意味がわからないんだぜ。いいわ。それじゃ、今回は自分たちで情報を集める必要性について。戦後最大の超過死亡の謎とパソナの課題請求というニュースを交えながら解説していくわね。ゆっくりしていってね。早速なんだが、なぜネットが普及したことで、情報との向き合い方を変える必要があるんだ？ネットが普及したことで、何が変わったと思う？何が変わった？そりゃ、いろいろ変わったと思うんだぜ。まあ、一言で表現するなら、すこぶる便利になったってことだな。そうね。便利になったことは、一番の変化と言えるわね。だって、簡単に情報を探すことができるようになったんだから。ちょっと待つんだぜ。別に、ネットが普及する前から情報を手に入れることはできただろ？確かに、情報量や自分が知りたい情報にアクセスするのは簡単になったかもしれない。でも、ネットが普及する前からニュースを見ていれば、情報は簡単に入手できていたと思うんだぜ。ある意味では、マリサの意見も正しい。ただ、ネットが普及する以前は、多くの人にとって主な情報入手経路はテレビやラジオしかなかった。逆を言えば、テレビやラジオ以外からは情報を手に入れるのが難しかったってこと。もちろん、専門書や雑誌という選択肢はあったけれど、購入するのに費用がかかったり、書かれている内容が難しすぎて理解できないということは珍しくなかったの。だから、テレビに頼るしかなかったのよ。テレビやラジオ以外からは情報を入手できなかったら、何か問題があるのか？あるわよ。だって、その気になれば簡単に情報操作できる環境にあるってことなんだから。情報操作？そんな大げさな。仮にも、ここは日本なんだぞ。日本で、そんなことが行われるとは思えないんだぜ。本当にそうかしら？実際、今でもテレビでは国民が知っておくべき重要なニュースが大々的に報道されていない現実があるのよ。今の日本で？さすがに、そんなことはないんだぜ。それじゃ聞くけれど、現在、日本は超過死亡者数が年間10万人で、戦後最大となっていることを知っている？都市伝説的な話か？現実に起こっている事実よ。なぜなんだぜ？超過死亡ってあれだろ？死亡数が平年と比べてどれくらい増減したのかを示す指標のことだろ？その数が戦後最大なんて、恐ろしいんだぜ。まさしく、今報道すべきニュースじゃないのか？なんで、私が知らないところで、そんなことが起こっているんだぜ。そうよね。本当なら、もっと大々的に報道されるべきニュースよ。でも、この現実を知らないで日常生活を送っている人も少なくないの。なぜなら、自分で情報を探していないから。ネットの普及によって、多くの情報に簡単にアクセスできるようになった。ただ、
ネットが普及する前とそれほど変わっていないこともあるの。それが、待っているだけでは、手に入る情報が限られているということ。つまり、こんな重要なニュースがあるにもかかわらず、私は自分で情報を手に入れようとしなかったから、知らなかったということか。でも、それっておかしいんだぜ。だって、普通に考えたらこれほど重要なことは、連日ニュースで報道されるべきじゃないのか？それなりにテレビを見ている私が知らないのはおかしいんだぜ。だから、テレビでは大々的に報道されていないということよ。なんでなんだ？それは、私に聞かれても知らないわ。一体、何が起こっているんだ？2022年1月から10月末までの超過死亡が、全国で推計9万人を超える可能性があることが国の統計から明らかになったの。12月分を合わせれば年間10万人に達するのは間違いない状態だと言われているわ。平常時であれば、全国で年間にどれくらいの人数が亡くなるのかは、ある程度予測できる。そして、その予測値を超えて亡くなった人の数が超過死亡数となるの。つまり、予期せぬ災害などが起こると超過死亡者数の数は増加するのよ。ちなみに、多くの犠牲者が出てしまった。東日本大震災が発生した2011年の超過死亡者数は5000人とされているわ。5000人。ちょっと待つんだぜ。つまり、2022年の超過死亡者数は、あんなにも大きな震災があった2011年よりも多いということか？多いという言葉では片付けられない数字よ。だって、約2倍近く増えていることになるんだから。ひょっとして、コロナが原因なのか？コロナは、東日本大震災以上の被害をもたらしたということか？確かに、コロナによって亡くなった人はいる。でも、2021年と2022年の超過死亡数はコロナによる死者数を差し引いても、東日本大震災の年を上回っているの。ということは、コロナ以外の理由があるということか。一体、何が原因なんだ？政府によると、原因はコロナによる医療逼迫とされているわ。そうか。医療が逼迫したせいで、本来、治療が必要だった患者が、治療を受けることができなかったことが原因となっているんだな。厚労省の報告によると、21年春にはコロナの第4波により病床が足りず、関西圏で超過死亡が増え、第5波の時期には東京や神奈川で主に超過死亡が増えているとされている。この報告を受け、政府はコロナ陽性者の急増によって医療逼迫が起こり、超過死亡が増えたと説明しているの。そうだったのか。ただ、これを否定する現実があることが専門家によって指摘されているの。え？実は2022年の超過死亡の内訳を見ると医療逼迫説は崩れてしまうの。確かに医療逼迫が原因だと考えられるケースもある。例えば、第5波があった2022年2月と3月はコロナ感染者の増加とともに死亡者数も増え、医療逼迫状態にあった。実際、大阪府では3717人もの超過死亡が確認されたわ。でも、同時期に月間の死亡者数が1桁だった鳥取県や島根県においても超過死亡が191人と155人と増加が確認されているの。つまり、医療逼迫だけに理由があったとは考えにくいということか？そういえば、ワクチン接種後に亡くなられた方がいるという話を聞いたことがあるんだぜ。それで増えているとは考えられないのか？確かに、ワクチン接種後に亡くなられた人はいる。でも、報告されている数を見ると超過死亡数の増加の主な原因にはならないの。それじゃ、一体どうしてこんなに増えているんだ？可能性として指摘されているのが、コロナ禍前後で起こった世の中の変化よ。コロナ禍前後での変化？そう。コロナ禍前後で変化したことの一つが自粛生活よ。自粛生活が続くことで、運動不足になり、体力や免疫力が低下したことが原因ではないかと指摘されているの。その根拠は海外との比較データにあるわ。先進国の中でも日本に次いで高齢化率が高いイタリアやドイツは人口あたりで見ると、感染者数や死者数は日本を大きく上回っている。それにもかかわらず超過死亡は増えていない。ここで、確認しなければいけないのが、イタリアやドイツと日本にどのような違いがあるのかということ。実は、イタリア、ドイツと日本には、自粛生活の長さに違いがあったのよ。両国とも日本ほど長期間の自粛生活を続けていなかったの。そうだったのか。てっきり、どの国も日本と同じような環境だと思っていたから、自粛期間の長さが違うなんて知らなかったんだぜ。日本は、緊急事態宣言やマンボウがあった。東京では3年間で347日間もの自粛期間があったの。3年間で347日。改めて考えると、すごい日数だな。
長い自粛期間は、私たちから外出の機会を奪った。結果、運動不足になる人が増えてしまったの。特に、高齢者の方は大きな影響を受けたはずよ。高齢者の方が運動不足になれば、体重増加や高血圧、糖尿病に脂質異常症などのリスクが増加するからね。だから、老衰や肺炎、脳卒中によって亡くなる方が増えていると指摘されているの。まさか、自粛生活によって超過死亡者数が増えた可能性があるなんて考えもしなかったんだぜ。でもね、これはそれほど驚く理由ではないの。なぜなら、コロナ以前から日本では運動不足は喫煙や高血圧に次いで死亡リスクを高める要因だと指摘されてきたからよ。まさか、運動不足が死亡リスクを高めるなんて知らなかったんだぜ。運動不足が私たちに与える影響は決して小さくないの。これは、普段から運動していた人も同じなのよ。普段から運動していた人でも、運動不足になると危険ということか？そう。むしろ、普段運動している人が運動不足になって、再び運動を開始するときこそ注意が必要なの。自粛生活が終わり、私たちの日常も通常に戻りつつある。そんな中、各地でもイベントなんかが再開されるようになってきた。代表的なものでは、市民マラソンがあるわね。ただ、ここに危険が潜んでいたの。実は、市民マラソン大会において、ランナーが突然倒れて心肺停止になる事故が相次いでいるのよ。やばいんだぜ。そして、この原因も自粛生活による運動不足が関係していると指摘されているの。コロナ禍で自粛生活が続いたことで、運動不足となり調整不足のまま参加すると体調悪化のリスクが高まってしまう。倒れた人の中には、100キロマラソンを10回以上走破した経験を持つ人もいたんだから。なんてことだ。これも、重要なニュースなんだぜ。なんで、もっと大々的に報道しないんだ？本当にそうよね。伝えるべき情報を伝えないメディアに存在理由はあるのか？各テレビ局のお偉い様に聞いてみたいわね。他にも、パソナの課題請求に関するニュースも、大々的に報道する必要があるはずよ。パソナが課題請求？一体、どういうことだ？2023年2月10日パソナは自治体から受け負っていた新型コロナウイルスワクチン接種予約の電話受付業務で、大阪と兵庫の3市に約11億円を委託料として過大請求していたと発表したの。パソナは、エテルという企業に業務を再委託したんだけど、エテルは発注書にあった人員を確保できていなかったにもかかわらず、人員を確保できているとして、電話の対応件数や応答率を水増ししていたのよ。ただ、平方市から電話の対応件数と実際の予約数に差があると指摘されて、パソナが調査を開始したところ、不正が判明したの。つまり、パソナは管理できていなかったということだな。でも、これは一企業の問題だから、重要なニュースではあるけれど、超過死亡者数のニュースと比べると、それほど大々的に報道しなくても問題ないんじゃないのか？そんなことないわよ。だって、パソナに支払われているのは私たちの税金なんだから。つまり、国民が納税した税金が一企業の管理不足によって、無駄になる可能性があったってこと。今回、たまたま発覚したからよかったけれど、発覚しなかったら、本当に税金は無駄になっていたのよ。確かに、そういう意味では重要なニュースなんだぜ。当時は、オミクロン株の受付開始ということもあり、市民からの予約申し込みも多数あることが予想されていた。でも、実際に配置されていたオペレーターは予定されていた人数の3分の1だったの。これでは、円滑な予約受付ができるわけないでしょ。しかも、この状態は発覚するまでずっと続いていたの。平方市はパソナからの報告を受け、ワクチン接種予約サイトやサポート窓口の時間延長を実施した。結果、人件費は増え、多額の税負担につながったのよ。なんと、税金が正しく使われていないどころか、余計な税負担も増えてしまったのか。そうなの。パソナは、過大請求が発覚したことで、各自治体に返金した。でも、これで終わる問題じゃないと思うの。なぜなら、余計な税負担の原因はパソナにあるわけだからね。個人的な意見を言わせてもらうと、少なくとも今回のような事案が発覚した以上、今後、10年間くらいは、行政はパソナへの発注を避けるべきだと思うのよね。もっと言えば、今回の事例が氷山の一角でしかない可能性もある。その可能性がある以上、これまで発注した仕事に対しても、契約通りに遂行されていたのかを確認していく必要があると思うの。私も、そう思うんだぜ。市の職員からは、ワクチン接種予約の電話がつながらないことで、
どれだけの苦情があったのかわかっているのか？という怒りの声もあるそうよ。そや、そうなるんだぜ。だって、発注した以上、仕事を遂行するのは当たり前なんだぜ。それができていないんだから、返金は当たり前だし、場合によっては損害賠償を請求されてもおかしくないだろ？パソナは取材に対して、エテル社の運営について管理監督を行っておりましたが、虚偽の報告がなされていることに思い至らなかった。と答えているの。どういうことだ？何を管理監督していたんだ？普通に考えると、虚偽の報告がなされないようにすることが、管理監督するということじゃないのか？管理監督せずに、仲介手数料だけを取っているってことか？右から左に移動すると10億という不思議なマジックなのか？そんな仕事があるなら、ぜひ、私もしてみたいんだぜ。仕事を受けたら A 社に電話して丸投げすればいいだけだろ？だって、管理監督しなくていいんだから。まあ、10億くらい良心的だったら、責任を持って仕事を遂行してくれる企業も見つかったかもしれないけれど、どちらにせよ、管理監督ができていなかったと指摘されても仕方ないわよ。ひょっとしたら、パソナの管理監督の定義と、私たちの管理監督の定義が違うのかもしれないけどね。ぜひ、パソナが考えている管理監督の定義を全国民に向けて発信してほしいんだぜ。ただ、このニュースも最初こそ、それなりの規模で報道されたけれど、続報などは報道されていない。でも、私たちの税金が無駄に使われてしまう可能性があったわけだから、メディアはパソナの責任を追及していくためにも、より詳しい情報を報道していく必要があるはずよ。でも、そうなっていない。だからこそ、私たちは自らの意思で情報を手に入れていく必要があるの。そうしなければ、真実がうやむやにされてしまうからね。政府やメディアが公平に情報を発信しない以上、私たちは自分たちで情報にアクセスしていかなければいけない。一人でも多くの人が自らの意思で情報を集めていくようになれば、社会のあり方も変わっていき、日本は今よりもいい方向に向かっていくと思うんだけどな。それでは、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。